まあね、まさにちょうど30年前に総裁がご逝去されて、私が後継指名を受けて、その運営というか活動をね、引き継ぐ形になりました。一日の滞りもなく聖地である池袋に本部を置いて、団体の名称を文言を一つも変えることなく、恒例行事をすべて引き継いで、今まで活動してきました。それは非常に価値のあることだったと思います。ただやっぱり引き継いだ当初31歳になりたてですから、当時はもう一人前の大人のつもりでしたけどね、やっぱり未熟なところもいっぱいあって、30年間もちろん自分なりの正義感やね、前向きな気持ちで一生懸命そこに取り組んできたのはとは申し上げておきたい事実ね。これから先もそういった意識で活動していくつもりです。活動していくつもりというか、それを皆さんにお約束したいと思います。ただね、大きく言えばいろんな、ね、物事、出来事があった中で、私が引き継いで10ヶ月後に、ほぼ当時の80%の人が極真会館を離脱したというね、世に言う極真大分裂みたいなね、そういう、言ったら事件というかな、そういうことが起きましたね。で、これが、私の会長解任動議を挙げた人たちの、解任理由というのは、会長解任理由というのは、独裁、経理不透明、独断専行ということだったんですけど、ここに関して言うと、何をその独裁や経理不透明、独断専行と言われたのかというのは、会議の中で彼らがどう考えるかも聞きました。でそれに対して私なりになぜその物事をきちっと、ある意味大義があったことだし、または、ありもしないことがもあったし、だからそういうことはよくよく説明をしましたけども、それは受け入れられなくて、ああいう形になったんですね。今でもその独裁とか独断専行、経理不透明に関しては、納得のいかないというのが率直なとこですね。ですけども、逆に言うと、あの当時やっぱり自分なりの前向きな意識や正義感や、そういうね、まっすぐな気持ちで、これは引き継いでから今まで、またこれから先も、普遍的なこのテーマというか課題なんですけどね、極真会館という大山抹殺というカリスマを、みんなそのなんていうそこのもとに集って、いわゆるできた国際的な集団を組織化するっていうことが、第二次極真会館の、一種の課題なんです、テーマ。それに向かって、当時から、これはもう総裁とやり取りをした、亡くなる前2年間3年間もう密に会って話をした、主には新会館の建設問題、その中で、第二次建設委員会の委員長に、指名されて、そういったところから、総裁とのやり、言ったらコミュニケーションをね、密に取る中で、総裁にも教示されたというか、指示されたことを引き継いで、具体化していったことなんですけどね。前向きにやってきたけれども、でまたそうやって大山抹殺が目指したところに、自分自身がこのいわゆる団体を改革していく、組織化していくっていう、強烈な、なんていうかな、情熱というかね、よく言えば かっこつけて言えば、それがいわゆる行き過ぎたかなとも思うんですよ。やっぱり若いし、エネルギーもあるから、もっと時間をかければよかったなとかね、もっと説明を尽くしたらよかったなとか、みんなそれぞれやっぱり、それまでの活動のベースがありますから、それを根本から、その彼らは危機感を持ったわけでしょ。私がやろうとした、主には会員制だと思いますけど、そこに対するいわゆる危機感だったり、お互いに猜疑心だったりね、そういうものがぶつかって、または中にはやっぱりその覇権争いを意識した人もいるだろうし、それによってね、ありもしない、本当に、本当なんで、創作とかね、誹謗中傷をこの30年間受けっぱなしですけど、よくこんな
漫画みたいな話を作るなとかね、裏付けのないことをこんなね、SNS みたいな、今デジタル化の時代ですから YouTube や SNS で発信できるなっていうか、まあ責任持てんのみたいな、まあ、形のことってもう本当に度重ねてって、今は現状も続いている状況ですけどね。でもね、まあまあ私も申し上げたいのは、当時自分がやっぱり若かったっていう言い訳をしちゃいけないけど、若気の至りっていう言葉ありますけど、一本で引き継いだ、少なくとも官庁職にあった私が、いや、ものをことを急ぎすぎた、急ぎすぎた、同時に説明、まあ、自分の中ではこれは正しいことを前向きにしようとしてるんだというような意識が強すぎて、まあ、やっぱりこう彼らの立場になってその説明の責任を果たさなかったのかもしれない。で、まあ、肩に力が入りすぎた、力みすぎたみたいなね、そういうような反省は大いにあるんですよ。大いにあるし、まあね、後悔もしてます。まあ、後悔はするな、反省はしろっていう言葉もあるけど、まあ、正直ね、まあ、人間ですから、まあ、そういう言葉を残す人ほど後悔が多いんだと思うんですよ。自分を戒めるために言うんだからね、神仏を尊んで神仏を頼まずなんてね、まあ、宮本武蔵の独行道で言われるけど、まあ、神様見たらお願いしたい人が、いやそれはいけないって戒めて言うわけでしょ。まあ、正直に申し上げれば後悔もしてます。反省も大いに反省してます。まあ、できるならばね、これは誰とは言わないけど、以前この30年間の中で、今他のね、で活動している昔の仲間たち何人かが複数名ね、コンタクトあって会ってほしいっていうことで会って話もして、それがなかなかなんていうかな、継続的な形にならずに今迎えてしまって残念なことですけど、まあこれから先もきっとね、今のままでいいと思ってる人は誰一人いないんでしょうから、願わくばね、そうあってほしい。だから本当にその場当たり的なね、目先の云々っていうことではなくて、根本的にね、次世代がいい形でまた強調できるような、そういう環境づくりを、まあこの大山マスターズ存命のその第一世代である我々がね、起こしたそういう物事だから、まあ、まあ本当にここでね、私は大いに反省してますというところを前提にしてね、まあ、ただ、さっきも言ったように納得できないところも未だにあるということも、まあ、ある意味この両方をね、まあ、ここで明らかにして、できるならそんなことも含めて、まあ、話し合いのテーブルについてほしいなと思うんですけど、で僕は以前から、まあ、いつでもどこでも 誰とでも会いますよと、ちゃんと話しましょうと、話した上で決裂というのももしかしたらまたあるかもしれない。でも話さないとわからないでしょと、ね、まあ聞く耳も持ってるし、言う、ね、話する口も持ってるから、まあ会ったらいいんじゃないですかと思うけど、まあなかなかね、そういうチャンスに恵まれない現状ですけど、これは私が活動続けているうちは、まあ、いつも扉を開けてますから、そんな機会があればぜひそういう場を持ってみたいと思ってますね。まあ時は長年の聖堂会館時代の中本前代表、まあね、残念ながら亡くなりになられましたけど、との講師にわたる信頼関係の中で、まあ、どうやら極真会館は少しその一種なんていうかな、どう言ったらいいんですかね、私が言うとちょっとまたね、直接的に私自身が話することではない、客観的に見た時に少しとっつきづらいところがあるようで、またまあ敷居が高かったりとか、なんかまあいわばちょっと一部嫌悪されているところもあるかもしれない。そういうところの、まあ、いわゆるこうハブというかね、まあ、クッションというかね、そういうものに新世界自身がなってくれればという話を中本代表ともね、中本代表にはよく理解していただいて、誤解されている部分も多分にあると思いますと。
まあ、自分たちがそんな役割を果たせるならという話もしていただいてね、じゃあまあ、いわゆる大きく言えば大同団結みたいな話ですけど、その一つ の、 あの足がかりというかね、一歩になればいいんじゃないかなということで、あの代表にご理解いただいて共同開催と、まあ、あの新世界の本部がある大阪での大会ですしね、そういうように2年間そうやって開催しましたね。代表がご逝去されて以降、また新たに、今も新世界とはいい関係ですけど、新たな現体制のと、やっぱりこう時間をかけて団体同士、また個人のね、いわゆる信頼関係を築いていかなきゃいけないと思うんで、これは新世界に限ったことじゃなくてね、我々はその、まあ、本分を、お互いの本分を犯さないようにね、ただ交われば交流すればいいっていうわけじゃないから、ね、お互いにやっぱりお互いをリスペクトして、で、まあ、お互いに、まあ、いわゆるこう内政干渉せずにね、まあ、いろんな、まあ、よし悪しもありますからね、また自分自身の主義主張もあるから、まあ、そういったところの物事をきちっとこう精査した上で、お互いにお互いのプラスになるような、ね、交流をしていかなきゃいけないと、ね、ただ集めりゃいいってわけじゃないから、まあ、そういうような意識で、まあ、今もいますから、できる限りそんな方向性で物事をやっていきたいなとは思ってますけどね。まあ、もうね、皆さんご存知のように空手ってすごく特殊で、まあ、まあ、いわゆるあえてこんな言い方をすると、団体が乱立して競技がいっぱい、ルール、競技ルールがいっぱいあって、何が一番とも言えない。まあ、もちろん我々は極真が一番と、ね、思って、まあ、みんなそう思っていればいいんですよ。そして自分の、ね、最高 最良になるためにね、我々をどういうふうにその発展させなきゃいけないかとか、ね、活動していかなきゃいけないかとかってね、その唯我独尊的にね、他を否定して自分を肯定するみたいなことは良くないと思う。ただ自分を肯定するために、すべて受け入れるっていうことは必要だから、すべてっていうか、ある意味ね、いろんなものを受け入れて、または他を尊重してね、いうのは、まあ、自分たちが自分たちを最高だと思ってると同時に、同じように他者もそう思ってるんだから、ね、だからそういうふうな意識でなければ逆にお互いに、ね、尊重できないしね。そういうところで、まあ、やっていかなきゃいけないんですけど、現実問題はいろんな団体が乱立していろんな競技がある。で、中でにもかかわらずっていうのか、だからこそなのか、まあ、この間のね、東京オリンピックには競技化しましたけど、今回のパリは落ちてしまって、ロスもダメだと今のところね、なっている。非常に難しいんですよ。だからオリンピック競技化ではない。まあ、1988年のソウルオリンピックの時に、当時のサマランチ会長と大山総裁が、まあ、そのナンバー2だった金雲龍さんの手配でお会いして、で空手のオリンピック競技化っていうことを目指しましたけど、まあ、これは実は空手のオリンピック競技化ではなくて、極真空手のオリンピック競技化だったから、それはもういわゆるこう、まあ、通るわけがないんですよね、それはね。で、却下されて、それ以降極真会館はオリンピック至上主義ではないと、もちろんそれまでもですけどね、それまでもオリンピック至上主義ではないけども、でもオリンピックは世界一のスポーツの祭典だということで、そこに行きたいという意識は当時まあ、総裁にもあったと思うんですよね。でもそれを断念して、独自の道を歩み始めた。だから、まあ、オリンピック競技化してない、現実は空手は。同時にプロ競技もない。これってすごく特殊じゃないですか。いわゆるアマチュアボクシングのをや、ね、練習してる人はプロになろうと思えばプロの道がある。オリンピック出ようと思えばオリンピックの道もある、ね。まあ、柔道のようにプロ柔道はないけど、ね、4年に1回のオリンピックを目指せる、ね。または野球のように、まあ、オリンピック競技化したり落ちたりしてるけども、ね、明確な日本のリーグもあるし、プロリーグがあるし、アメリカの NBA みたいなものも存在する、ね。そういうところにであれば、今で言えば
大谷翔平選手を目指せる、ね、子どもたちも井上尚弥君や井岡一翔チャンピオンのような素晴らしいチャンピオンを目指せるというね、またはお相撲だったら大相撲があって、ね、横綱白鵬を目指せるとかね、まあ、そういうものがあるじゃないですか。ところが、まあ、それがない、まあ、あの我々独自のワールドカップ的なものを作り上げようということで世界大会は、まあ、空手オリンピックと銘打って1975年から開催してますから、まあ、それ自身はそういうことなんですけど、やっぱり社会的に認められた権威っていうかね、そういうものを持たないというのは一つの、まあ、欠点といえば欠点かなと、まあ、これからどういうふうにそれを形作る、まあ、形作れるのかどうか分かりませんけどね、それは常に念頭に置いとかなきゃいけないと思うんですよ。でそういう中でその時々にね、まあ、大きく動いたのは K-1 ですよね。1990年代の K-1、 そこにそのフランシスコ・フィリオ、グラーベ・フェイトーザ、まあ、エーベルトン・テシエラとかね、ああいったその選手たちが、まあ、あと何人もいますけど、もともとその極真会館を脱退してアンディ・フグが、まあ、K-1 チャンピオンになったっていうことが一つのきっかけでもあるけども、自分たちにそういう活路があるっていうことを彼らは知って、で、まあ、もちろん踏むべき手順を踏んで筋を通してね、それで青銅会館と復縁した後に、まあ、青銅会館だけではなく、あの1996年の門戸開放に伴ってですけど、正式に、その後に K-1 サイドから、まあ、フジテレビを通じてね、 CX を通じてオファーを受けて、でそして彼らが参戦するようになった。あの当時、まあ、プロに参戦することによって極真はプロ化するとかね、いろんなこと言われましたけど、まあ、そうではなくて、やっぱり多様なその人材が集まってね、その人選手たちにも個性や価値観があって、その人たちがやっぱりその活動の舞台を求めればね、それに応えてやるのがやっぱりその母体っていうか組織のとしての、ね、役割だろうということで、まあ、そこに参戦することになったし、彼らの参戦が間接的にやっぱり組織のそれはすごくいいところだと思いますけど、まあ、追体験というか疑似体験というかね、まあ、あとはそういうその体験をした人が身近にいて稽古するっていうことすごい大事なことなんで、まあ、そういった意味でのそのプラスもあったと思うんですよね。これは全空連との有効化でも同じです。ルール云々っていうことはね、まあ、これはあのもちろん我々は極真ルールを一番と思ってね、それを最高のものにしようという志でやってますけど、まあ、先ほど来あのお話しているように、じゃあ他のルールはあのそれより劣るのかって言ったらそんなことはない。だからお互いがお互いを最高のものにしようという中で交流が始まるから、さらにお互いがあの向上できるんだと思うんです。そういう中で全空連と交流を持つことによって、まあうちの内部的にはあのセミコンのルールを、ね、実施したり、まあ、試み的に、ね、やってますけど、まあ、全空連との交流で、まあ、その技術交流、人的な交流も含めて、ね、情報共有も含めて、まあ、本当にいい機会になりましたしね、まあ、それをもって、まあ、その時も、ね、極真会館は、ポイントシステム化するみたいなことを、まあ、毎回言われるんだけど、いや、まあ、そういうことはまあ一切ないんですけどね、まあどうしても言いたい人いるんでしょう。極真は極真としてね、まっすぐに大山抹殺のその目指したそういったところを我々もね踏襲して、さらにそれをブラッシュアップしていこうというね意識でやってますから、あれですけど、でもまあそういう場が必要ですよね。でこれからも今もそのキックボクシングの舞台に上がってる選手もいれば、 MMA に上がってる選手も今いますし、国際的にもいますしね、でそこでチャンピオンになってる人間もいます。これはあの空手を修行したその成果が、あのそのプロの舞台でどんなに発揮されるかっていう個人の挑戦をね、我々は認めて応援してるということであって、組織全体がそこを向き直るということではないんですけど、それはこれから認めていきます。で昨年あの K-1 と提携関係を結んだんですけど、まあ、これもね、ある一部のその団体との提携を表沙汰にして、まあいわゆるこう他を排除してるわけではないんですけど、で現実問題他はもう親しくしてますから今も、まあ、K-1 自体も次のステージにねを目指していろいろ活動されてますし、これはあの K-1 の、
まあ、ここに名前出していいか分からないけど、まあ、あのサイドとね、まあ、K1 サイドともきちっと話をした上で発展的解消しましょうと。で、提携関係は先般、解消するということで、まあ、これが公式的な初めて のお知らせになると思いますけど、まあ、お互いにいわゆる握手をして提携解消、発展的にね、前向きな解消しましょうというふうに、まあ、合意をしたところです。だからといって K1 にこれから先に我々の選手が出れないわけじゃないし、ね、まあ、常に K1 サイドも門戸を開放してくれてるし、まあ、我々も、まあ、その、こことしての選手の志を、まあ、最大限組んでいこうというふうに思ってます。まあ、これね、今山田総本部長を一つの、まあ、核としてね、全国に展開する支部、またその支部長たち、やっぱり、まあ、そこに発信する意味もあって、これ今日はこういう表明をしてるんですけど、やっぱり意識を同じようにね、まあ、それぞれが組織感、団体感というかな、とまた空手感、極真空手感というか極真感というかね、まあ、そういうものもそれぞれ違うと思うんですよ。ある程度の誤差がある。で、私自身ももちろんその団体感があるし、まあ、そのこうあるべきっていうね、理想があったり、まあ、細かく言えばいわゆるどんな鍛錬をしたらいいかとか、まあ、どんな技術を磨くべきかとか、まあ、極真会館に対する観念とか、大山増達観とかね、まあ、武道観、いろんな、ね、観念がみんな違うじゃないですか。まあ、その中で極力私の意識してきたことは、まあ、総裁が目指したところってこんなところだろうと、ここに行きたかったんじゃない、ここを目指したんじゃないかというようなところを目指、そのぶれないように目指すと同時に、いろんなその、まあ、組織って人の集まりですから、まあ、そう多くの人が集った時に、まあ、一種の最大公約的なね、そういったところは どこにあるのかというふうに考えて、意識が統一できるようなね、まあ、そのまあ、なんていうかな、極力ベクトルをこう合わせられるような、意識で物事やってきたつもりなんですけどね。まあ、それでもやっぱり一種、まあ、誤差が生じるし、まあ、またある意味地域的なね、そういうものも多少あると思うんですよ。そういったところを、まあ、できるならば、よく支部長会議なんかで言うのは、全員がその組織的な立場に立ってね、物事やっていく必要があるんじゃないかと。自分の立ってるところで、そこに映る景色を見てると、やっぱり各々ね、さっきも言ったように違うじゃないですか。だから木を見て森を見ずみたいになるとね、いけないので、私は選手の時代から意識してきたことですけど、常に状況を俯瞰して自分を客観視するべき。だからその極真会館というものを引いたところで見て、でこの極真会館という団体、またはそこに、まあ、帰属する、まあ、私だったら館長職、まあ、支部長職、また選手も、ね、含めて、まあ、本来はそういう個々が自分を極力客観的に見てね、よくね、世間で言うのは人のことはよく分かるからねっていうのは話するでしょ。状況を俯瞰して、まあ、そこにいる自分自身を客観的に捉えて、したいことではなくてすべきことをしようと、ね、いう意識で試合も、まあ、稽古もしてましたけど、まあ、組織も同じでね、個々の方がお互いに補完し合ってるわけですよ。私ができない仕事を支部長がね、してもらってるし、支部長ができない仕事を私が担ってるし、そういう意味では、全体を俯瞰したところで自分のすべきこと、各々のすべきことをしていきましょう。まあ、同じ船に乗ってますからね、まあ、そういう役割分担がみんなね、それぞれ違う。その中で
まあ、すべきことをしよう。でまたベテランの支部長もいれば、新しく支部長になった上がったその若手の支部長もいる、まあ、そういうね次世代を担う人と、いわゆる後継者をこれから作っていかないきゃいけない立場も全然違いますからね。そういう人たちが同じ意識で物事しててもよくないと思う。だからお互いに、まあ、各々の役割分担をよく認識した上ですべきことをしてほしい。でまた、まあ、これ後でまたあるのかもしれませんけど、今後その公益法人化を進める上でやっぱり全体が同じ条件のもとにね、その同じ法人に帰属しないとやっぱりこう意見って分かれちゃうじゃないですか。同じルールを持ってね、まあ、風紀を乱さないように秩序を持ってね、お互いがお互いの立場をおもんばかれるようなね、そういうその、立場になっていかないと組織運営ってうまくいかないと思うんですよね。だからまあもちろん個々人のね、そのさっきも言ったように価値観やその立場や、個性は全然違うんですけど、まあ、組織活動にあたってはついては組織的な立場に立って状況を俯瞰して、ね、そこを自分自身のいる場所を客観視して、まあ、皆、ね、補完し合うべくすべきことをしていきましょうというふうに呼びかけたいですね。まあ、一人の力ってやっぱり大したことないですからね。だから上山総裁が社会活動化したっていうのはそういうところだと思いますよ。団体化したっていうのは。支部長の仕事ってね、いつも端的に申し上げると、まあ、まずは極真空手の普及、これって単純に言えば、文科生会員の獲得、ね、また関わっていただいた人たちにできるだけ、まあ、稽古はね一生続ける人も途中で、ね、大会していく人もいるでしょうけど、そういった方々にもできるだけその後も極真会館に関わり続けてほしいというね、そういう裾野をどんどん広げること、これが第一義。それからイベントの開催、ねまあ、さっき言ったように組織的な部分で言いましたけど、なぜ競技会や大会が必要なのか、これは個々の道場でも全く同じこと で私のイベントって大会や競技会だけではなくて例えばその合宿、審査会、ねまあ、新年会、忘年会、歓送迎会、ねある意味もしかしたら縮小会や慰労会や、まあ、そういうものもあるかもしれない、演舞会、ね、そういうのを全て単純に日々稽古終わって一緒にじゃあご飯食べようっていうね、食事会も一種のイベントですから、そういうことをまあなんていうのかな、ふさわしい時に、催してねコミュニケーションを図るということは大事なことかなと思いますね。まあそういう意味では、まあ、もちろん競技会も大会もそうですけど、まあ、そういったイベントの開催をする。それから選手の育成ですね。これはまあもちろんその頂点を世界大会全日本選手権のトップを目指す選手というふうに仮定して、専門的に選手、競技選手として活動する選手を、まあ、育成することも大事ですけど、まあ、さっきの、ね、話の中にもありましたけど、いわゆる自分が選手という認識がない選手もいますから、試み的にねちょっと挑戦してみようという感じで、まあ、少年少女もそうですし、まあ、体験的に、まあ、試合に出てみようとか、まあいわゆる審査会もみんな演舞会もねそうですよね。要は試し割りなんかやったことない人が試し割りやってみようとかね、そういったレベルで競技会に出てくる人たちもいる。そんなこともそういった層も含めて、いわゆるそういうその積極的にそのまあ催しに参加してくれる人を、まあ、総称でいわば選手、まあ選手というとねなんか競技選手っていうイメージを持っちゃうかもしれませんけど、まあ、支部長会議ではそういう表現をします。そういう道場の活動に積極的に参加してくれる人たちを極力多く持とうじゃないかと。そうすると、
まあ、そういった人たちは必ずその体験を通じて何かを学びますから、また感じますからね。でそれが自分の実生活にまず生かされると同時に、まあ、その同じ道場で稽古する仲間たちにそれを伝えるというね。でまた、まあ、一緒にやってみようよって誘う、ね、ことにもなるしね。でそれがまあ、ひいては道場の、活動のね、支部活動の活性化につながるということですから、まあ、極真空手の普及、まあ、イコール会員の獲得で、それから選手の育成、イベントの開催、ね、こういうことが大事だと、これが核だと思いますね。